はい、これから今ですね、スマホ買ったよってね、スマホでできることなんですかっていうことでね、ラジオとかね、いつも聞いてたんだけどもね、電波とか途切れたりね、入りづらかったんだよ。どんな、スマホのラジオアプリがおすすめですかということでね、そういう方に向けてですね、動画を作ってみました。ということで、ね、各で、ね、ラジオ番組が推奨している、こちらね、ラジコ、ちょっとは暗くて見づらいかもしれないんですけどもね、ちょっと明るく、あーちょっとね、まだね、あーちょっとすいません、これなるんですよね。ということで、こちらラジコ .jp というものがあります。はい、各ね、ラジオ番組ね、推奨してますので、ね、とてもおすすめでございますね。はい、ということでね、ラジコドット JP 感度もすごい良いですしね、私がね結構車ね運転しながら聞いたりもしてますけどもね、とてもね聞きやすいですということでね、こちらね、いろんな番組表が出てくるんでね、自分のよく聞いているね、ラジオ番組とかね聞いて聞けるかと思います。でこちらね、エアー G とかね、高橋マリエさんのクロノスとかね人気ですけどもね、これもね綺麗に入りますね。ただ気になる通信量です。 Wi-Fi でね使えないんです。ちょっとどれぐらい通信費がねかかるか心配されている方も多いかと思いますけどもね、私ね、先日動画でも上げたんですけどもね、通信費、通信量ですね。通信量はですね、だいたい30分でですね、20メガ弱でしたね。ということでね、月の通信費ですね、気にされてる方、通信量ですね。ちょっとね、Wi-Fi ではね、無料で繋げれるんですけどもね、ね、常にWi-Fi 環境でないという、ね、方はですね、ちょっとだけねこの辺を気にしてね、スマホをね、快適にね使っていただきたいと思いますね。私もね、結構ね地方に行ったりするんでね、とてもこのラジコというねアプリはね欠かせないアプリになっております。はい、今日はですね、スマホを買ったんだけどラジオのねアプリどんなのがおすすめですかということでね、ラジオ各ラジオ番組でも推奨していますね、こちらラジコドット JP の方をですね紹介させていただきました。はい、本日もね最後までありがとうございます。失礼いたします。